ワンピース革命軍まとめで、サムって言ったら左目に傷あるじゃないですか。とこれ左目に傷あるやつってなんか結構ルフィ守る確率高いんじゃないかなと僕は思ってて、どうもクッキーです。革命前夜トエです。え、革命前夜、はい、どういうこと。全然前世か僕はみたいな。ちょっと続きだって。いやもういいです、もう天気の子なんで時代は。ちょっと革命前夜まで歌ってくれる。いやもういいんすよ。はい、いきますよ。というわけで今日はワンピース革命軍まとめあれなんで持ってこないいやいやいや、じゃ革命前夜のこと早く歌ってほしいなと思って。もういいんですその話は終わりましたよ革命軍のまとめいきますよ。革命軍は今動いてるんですよ。前夜じゃないの。じゃ革命軍の言いたいがために今歌ったやろ。全然全然今はい、そんな革命前夜のってその歌詞の部分やろ。はい、何が関係あるのこれ。何も関係ないっすよじゃあなんて言ったの。愛にできることはまだあるんですよ。はい、というわけでやっていこうと思います。早速やっていこうと思います。はい、はい、革命軍といえばね、昔は本拠地はバルティゴにあったんですけど、ああ白土の島。そう、うん、その通り。今はね、玉ばっか王国に構えております、うん、まあ黒ひげに襲撃されたからね、うん、でですね、船はね、ビントグランマ号というものに乗っております。はいはいはい、あの、クイって感じの船やね。あの、ドラゴン感じのね。クイクイなんでクイって。いや、もういいですよ、行きますよでね、革命軍の総司令官はモンキー・ディ・ドラゴン。ルフィのお父さんね。はい、はい、ルフィのお父さんでガープの子供ですね。世界最悪の犯罪者と言われております。何やってんの世界最悪って。あれちゃうか、叩く。い、次いきますね。はい、でですね、ルフィの父親ということは結構周りには隠しておりましたね、うんうん、そう、革命軍の中でももう幹部クラスでもちょっとね、最近まで知らなかったっていう情報でございましたね。そう、なんか血の通ったみたいなこと言ってたもんね、なんかね。そう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 、安心みたいなね。で、出身はもちろんイーストブルーゴア王国でございます、はい、で、まあ、そもそもね、世界貴族やゴア王国の、まあ、顕著な理不尽さっぷりを見てね、うんうん、ああマジでこの王族ってやつらクズやなみたいなと思いまして、なんで関西弁やねん革命を起こそうって言って革命家になった男でございます。新居でどんどん買ってなっちゃうで、8年前の、ね、レベルでもうすでにね、この男の姿勢は危険すぎると、危険視されております。あ、そうだね。まあ、だから結構少なくとも8年前にはもう革命軍または革命をね起こしてたって感じですよね。うん、確かに。はい、で、まあ、悪魔の実なんですけど、風の実なんじゃないかとか噂がね、うん、そう、ヘビの実、モデルドラゴンじゃないかとか、幻獣種、そう、いろいろ言われておりますね、うん、でですね、竜の鍵爪を、まあ、技として使ってたんで、うん、あれですよね、サボの師匠ですよね、うん、あの、竜宗剣の、うん、で、まあ、サボの師匠であると同時に、うん、あのサボの育ての親でもあります、うん、なるほど。なんかわざわざその貴族であったサボを、うん、その過去って自分のところで育ててるっていうのは、うん、なんか将来的に意味あるかもしれないですよね。ああそうだね。でもなんかやっぱ出会いの時がはっきり覚えてるもん。子供にこれを言わせるのか、ゴア王国みたいな世界のね、縮図って言われてたやん、そのゴア王国自体もね、うん、自分の出身地でもあるから特に思い出があるんじゃないかな、サボには。そうだと思いますね、うん、だからもしかしたら世界線を転覆させた後は、うん、まあ、サボを王とするとかそういう感じなんですかね。なるほど、わかんないですけどね、うん、でですね、そのサボについてお話ししていこうと思います。参謀総長。参謀総長、はい、で、メラメラの実の能力者ですね、うん、まあ、エースから引き継ぎました、うんうん、で、懸賞金は6億200万ベリーでございます。そうそう、どういう意味で200万なんだろうね。コーヒーで。あいや、ほんまは5億いくらなんやけど、うん、消費税で6億200万になってしまったみたいな。なんでだよ、これサボだけ消費税かかんのよ。いや、他みんな内税やねん。なんでなんでだよ、それ。サボだけ王族やから外税にせなあかんかって。あ、そうなの。そう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 。でですね、まあ、革命軍のナンバー2と言われておりまして、はい、まあ、ルフィの義兄弟でもあります、はい、すごいな。で、まあ、さっきも言ったようにゴア王国の貴族なんですけど、まあ、自分の出自を非常に恥じておりまして、はい、これはダメだと思って革命軍の思想に賛成しております、はい、過去には映画でサイファーポールゼロのルーチと戦ったりとか、そう、ゴールドね、そう、ドレスローザでフジトラと戦ったりとか、おうおう、もうかなりのね、実力者ですよね。実力者よね。そう、一回の海兵やったらもう太刀打ちできへんもんね、うん、だって中将なんかメラメルの実使わず倒してましたからね。そうだよね。おう、仮面ハジトラだったもんな
まさか、まさかあの人のことですか。バスティーユの話ですね、これ。でですね、武装色、見聞色を使います。で、まあ、ルフィとエースに比べては非常に常識人のように見えるんですけど、うん、エピソードオブサボとかを見ると、うん、まあ、コアラからかかってきたデンデン虫とかもね、非常に一方的に喋って切るだけやったんで、うん、まあ、やっぱ自由なやつなんやなって感じですよね。そうだね、結構自分中心なんだろうね、その辺はね。はい、で、サボって言ったら、これ僕思うんですけど、左目に傷あるじゃないですか。そうこれ左目に傷あるやつやつって、なんか結構ルフィ守る確率高いんじゃないかなと僕は思ってて、ゾロもそうやし、シャンクスもそうじゃないですか、うん、だからルフィの守る三重士として、三重士犬嵐三重士みたいなやつを取ってたやつ。だからルフィ三重士みたいな、サボ、ゾロ、シャンクスみたいな。これ今日のサムネやな、ルフィを守るのはこの3人だったみたいな。じゃあ次行きまーす。はい、はい、革命軍といったらね、5人の軍隊長がいるんですけど、その軍隊長について紹介していきます。好きやねん軍隊長。はい、まずは北軍軍隊長、はい、カラス。おお、なんかね、このくちばしパンでつけてるやつやろ。そうトリートメントはしているのか。いや、それ言うはずや。俺の顔見て言わないのみたいな間をつくのやめて。俺思ったけど言わないようにしたんだよ。でも見てくんだよこっちで。お、今日言われるかも、お決まりのことみたいな。やめて。ではね、カラスっていうだけはあって、まあ、トリトルの実なのかな、またはカラカラの実のカラス人間なんかなとか、うん、まあ、ちょっといろいろ思うところはありますよね。でもね、これが出てきたことによって、あのサボがさ、ドレスローザが帰るときなんかカラスにこう乗って帰る、ね、そう、あんな巨大なカラスを操れるんですよ、うん、あれがカラス自身なのか、カラスの出した紙幣なんかわかんないですけど、紙幣、まあ、多分紙幣だと思うんですね。あー、なるほど。ジンベイがあのなんか魚に命令してこう道作ったの。そうあのジンベイがジンベイザメ使っとったやつ、うん、あれと同じだと思うんですよ。ああ、なるほど。そう考えたら結構強力じゃないですか。いや、強いね。だから飛行では空をやっぱ抑えれるっていうのはやっぱいいよね。そう、うん、で、まあ一応描写的にはなんか服か足が消えてカラスがホホーって出ていく描写あったじゃないですか。だから一応パラミシアなんじゃないかなとかも思うんですけどね。そうだ、ゾーン系じゃないと。そう、自分自身がなんかペルみたいにカラスになるわけじゃないじゃないですか。あー、鳥になるわけじゃないから、パラミシアなんかなともちょっと思うんですけど。本人はね、謎のマスクみたいなのつけてカラスごっこもしてる感じだもんね。そう、名前も本名がカラスやったらもうシャレにならへんもんな。うん、さすがにね、まあ、コードネームみたいなもんやとは思いますけどね。なるほどね。そう、うん、で、まあ、こいつはね、あの非常に声が小さいんで覚醒器がないと喋れないですね。コミショみたいなやつやな。はい、というわけで次行きます。はい、はい、続きまして東軍軍隊長、好き、ベロベティさん。はい、ベロベティさんはですね、非常に過激な格好をされているんですね。そう、なんか革命軍って隠密感あるやん、なんか影で水面下で裏で動いてる感じ。そうめっちゃ目立つ、なんか あの赤い感じとか。せやね、うん、もうこれ大変でしょ。大変よ。もうね、一応ベロベティさんは、ま、自由への騎手と呼ばれてたりもするんですね。もうどこが自由やねんって感じですね。服装は自由やん。うん、もうアメリカのような自由さを持ってますね。うんうん、でですね、コブコブの実の能力者でございます、うん、コブコブの実というのは能力を使うと、一般市民ですらもうちょっと強力な兵隊にできるような能力なんですよ。鼓舞するの鼓舞やもんね。はい、鼓舞するの鼓舞なんでね、うん、なんで実際作中でも、まあ黒ひげの傘下の桃ひげっていうね、懸賞金5200万ベリの敵を一般市民だけでほぼ倒させたっていう、はいはい、ただこれがもしルフィとかで使ったらとんでもねえんじゃねえのみたいな。すごいよね、なんかドラクエってバイキルドみたいなもんでしょ。あ、そういうことですね。すごい能力よねこれ。そう、まあ、という感じでございます。はい、で続きまして西軍西軍軍隊長、はい、モーリーさん。あ、アナホリの。はい、禁断ボーイズですね。あ、違います。そうだね。はい、でですね、こいつは巨人族のね、まあ、オカマでございます。はい、はい、で、こいつもね、強烈な格好してるんですよ。強烈よね。はい、上半身もハンラーやのに、なんかミニスカート履いてるみたいな、まあ、とんでもない格好してるんですけど、なんかミニスカートの中を見られるのは非常に嫌がるみたいな。細かいな、それ。で、こいつはね、押しのみの能力者でございます、うん、地中に空間作れたりとか、まあ、なんか物を押しのげたりとかできる能力なんですけど、はいはいはい、インペルダウンあるじゃないですか。 5.5 番地。そう、その5.5番地を作った穴掘りの能力者っていうのはモーリーのことだよみたいな、はいはいはい、いうことがございますね。そのあとにワンコクが入ってきて、おっ、いい空間あるやんみたいな、うん、なってニューカマーランドが作られたんで。すごい、同じ革命軍同士で。そう、うん、でもイワンコフはモーリーが作ったって知らないんですよ。そう。はい、でこいつはですね、そのインペルダウンに100年以上前に脱獄したんですね。うん、なんで四季よりも早く脱獄してると思うんですよ。あー、じゃあ最初はモーリーなのか。そう、う
ん、多分インペルダウン的には、うん、あれモーリー知らんでおらんのったなみたいなと思ってると思うんですけど、鬼の袖引きがあるから大体いなくなってんだけどなみんな。そうそう、うん、でも俺の袖引きはモーリーのせいじゃないですか結局。うん、うん、確かに俺の袖引き第1号は絶対モーリーなんですよ最初はな。そう、なるほど、はい、まあそういう感じでございますね。なるほど。で南軍、はい、軍隊長リンドバーグさん、はい、こいつは多分発明家ですね、はい、あのさっき言ってきてたねモモヒゲたちの武器を、まあ、凍らせてたりもしたんで、うんうん、でなんかすげえ発明品いっぱい持ってる感じやし、うん、まあそれだけです。やっぱバランス取れてるね軍団長ね4人ね。であとはねなんかねミンクっぽいっすよねこいつ。あ、そうだね、うん、うん、そうだね。なんか小柄な感じもするし、ちょっと正体よくわかんないけど、そう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 、うん、ちょっと一番謎ですね今のところ、うんうん、で続きまして、うん、皆さん大好き、うん、お願いします海賊団たかしさんではない。なさいよ。なんでそういうこと言えんの。いやいや、ほらいつもケイさんばっか出してるから信じられないわ。はい、エンポリオイワンコフですね、うん、ホロホロの実の能力者でございます。はい、奇跡の人とも呼ばれてたりとか、うん、カマワッカ王国の女王、うん、でそれでありながら革命軍グランドラインの軍隊長でもございます、はい、でインペルダウンのレベル5の元囚人なんでね、まあ、相当実力もあると、うん、そうだね。で、まあ、こいつはニューカマー憲法の、まあ、総帥でもあり44のエステ奥義を主力とした数々の技を持っております、はい、でまたね食べたものを強くするというね99のバイタルレシピを持っておりまして、この辺はね、基本的には、まあ、おかまねしか教えないんですけど、まあ、3時には特別に攻めの料理としてね一部教えたんじゃないかって感じですよね。はいはい、そうだね。はい、でなんだかんだ3時の師匠にもなっているって感じですよね。確かにね、2年間の間に、うん、で今ご紹介したらこんな感じです。はい、はい、で続きましてみんな大好きコアラちゃん。いいね、コアラ、ね、かわいい、うん、はい、で元天竜人の奴隷、はい、でフィッシャータイガーのおかげで解放されました。はい、はい、まあ、なんでねあのコアラはもうすごい魚人に偏見を持ってないんですよね。うん、そうだよね、いいイメージだよね。そう、で、まあ、サボとハックと一緒に行動することが多いですね。はいはい、で、まあ、魚人に助けられたこともあって、うん、あ、魚人いいやんってなりまして魚人空手を習うことになりました。魚人いいやんってことが習ったの、ね、はい、何やそれ。でハックに、まあ、必死に習いまして、うん、百段ハック、百段ハックさん、うん、だからコアラ自身ももう師範代になっておりますね。すごい、はい、だからコアラはもうね絶対悪魔の実食べないと思うんですよね。あー確かに、だって食べたら損でしょ。なんでせっかく魚人空手覚えたのに。なんでだって魚人空手って水中でこそ力が発揮できるじゃないですか。あー、もったいない。なるほど、そう、はい、はい、こんな感じでございます。はい、次ハック、はい、はい、百段ハック恵比寿大の魚人でございます、うん、まあ、一応コアラやサボの師匠ではあるんですけど、うん、まあ、多分2人とも抜かれてんちゃうかな。うちのチャンネルハック好きよね。ようハック出てくるよね。バルトロメオにすら勝てなさそうだったんで、でなんか我が友ジンベイってジンベイのこと友達は持ってるからね。しっかり、うん、絶対ジンベイ思ってないと思うわ。で一応魚人空手と魚人柔術をね覚えております。まあただねこいつねちゃっかりしてるんですよ。あのドレスローズで一応潜入した時にその密売とかの資料をね持ち帰るのが目的やったんで、それはしっかり持ち帰ってると、うん、まあ腕は折れたけどみたいな。ボキー言うてたやん、バルトロメのバリアで。ハックの何が好きかって言ったら、はい、魚人空手って言ってね、はい、マイクアラ聖剣とかみんなやるやんか、うん、かっこいいよそれも。かっこいい、かっこいい。ハックの何がちょっとダサいかって言ったら、うん、あからさまな道着着てるとこね。あそこがなんかちょっとダサくて好きなんだよな俺。ダサいっすよね、うん、巨人の中でこんなダサいやついるのランキング結構上位っすよ。あと大体ホーディーの一味なんでね。アーロンとか言ってもまだかっこいいじゃないですか。かっこいいよアーロンは、うん、いやチューと並ぶぐらいのダサさっすよ。チューとか表像とかと並ぶダサさっすよ。はい、そんな感じでございます。はい、続きまして稲妻さん、非常に売れてそうなカリスマ YouTuber のような髪型をされておりますね。おで、まあ、イワンコフを支える副隊長でございます。はい、はい、でチョキチョキの実の能力者でね、まあ、大抵のものをチョキ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 切っちゃいますね、うん、はい、ワクワクさんですね。はい、はい、でルフィからのあだ名はカニちゃんでございます。はい、はい、ルフィはカニテノジャイルと会った時はどうするんでしょうか。カニくんちゃんこれなんか前も言ったな。はい、続きましてアヒルベロベテリの副隊長です。はい、はい、他に情報ありません。で続きましてテリー・ギルテオ、うん、これ知らない人多いんじゃないですか。テリー・ギルテオみんな知ってる？知らない。革命軍のね情報管制官でございます。何今のま
革命軍はやっぱりね、はい、まあ、あの先ほど言ったカラスとかも結構その伝達係として使われてるじゃないですか、うん、鳥が、うん、でそれとかの情報とはまとめてる人間なんですけど、うん、まあ、扉絵連載なのでちょくちょく出てきております。はい、はい、で続きましてね、バニー・ジョー、はい、これなんとニコ・ロビン、ロビンが修行中2年間の時ですね、敵ラウフから救出した兵士でございます。じゃあモブなんだけどね。はい、で革命軍、これ意外にも映画でも出てきているあのキャラ、うん、レイズ・マックス。レイズ・マックスね、はい、伝説のギャンブラーでございます。はい、なんか革命軍になんで入ったんですかね。なんで入れたんやろな。なんかあれじゃないですか、最近抑えられてるんじゃないですか、ドラゴンに。あ、なるほどなるほど。そう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 、なるほど。または革命軍の資金は実はレイズ・マックスが全額稼いでいたみたいな。すごいやん。いや、ありえますよね。まあ、ギャンブラーやからね。うん、だって革命軍ってだって海軍にも嫌われてるから懸賞金稼ぎみたいなこともできひんし、あ、なんかあんまりまともな能力者おらんから、 あんまり稼げなさそうじゃないですか。あ、確かにな。なんか、うん、あれはもう賛同してる人の寄付とかに成り立って組織ちゃうの、あれは。そう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 、まあだから、まあ、伝説のギャンブラーが稼いだんちゃうかなって感じですよね。うんうんうん、はい。で続きまして、元革命軍だとは思うんですけど、バーソルミュー・クマ。ああ、クマね、はい、クマ、うん、まあこいつは元将軍なんですよ。はい、元将軍って何。いや、元七武海やし、あ、元ソルベ王国へ国王やし、あ、で元革命軍幹部なんじゃねえのっていう。元々の実、間違えました。クマはニキヌキの実でございます。元々の実、はい。僕最近ね、これね、クマ調べてる時に、うん、クマのキャラソンあることに知ったんですよね。おお、あれでしょ、47都道府県。そう、なんか熊野古道がどうのこうのみたいな。そう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 。で、熊野古道で熊と会ったらそいつは本物かどうかまず疑うといいみたいな。で、どこに旅行に行きたいって聞かれたら本物だみたいな。そしたら伊勢神宮に行くがいいみたいな。で、伊勢神宮は2泊1礼みたいな。みたいな。なんでこれはみたいな。とんでもねえ歌だなと思いましたね。三重県ちょっと外れ引いたんちゃうの。クロコダイルも鳥取砂丘でカラカラとか言ってたんで、なんかあれはちょっと謎ですね。で、クマは現在ですね、無敵奴隷となって天竜人の奴隷となっております。なんか人気のなんか奴隷でレンタル待ちとかになってるんだよね。そう、で、パシフィスタのモデルになってもいるんですけど、うん、まあ、パシフィスタになった時はね、まあ、結構ね、もう昔の友達とかだ、イワンコフとか忘れてバンバン攻撃してたんですけど、うん、なぜかね、サニー号だけは守ってたりとか、うん、まだちょっと謎が残ってますよね。はあはあ、で、そもそも七武海に入ったのもなんか事情があってってことだったので、うん、その事情って結局何なんだろうね。ああ、僕なんとなくね、それ考察したんですよ。おそう、だからクマとかパシフィスタに関することは、はい、もったいないから、それはね、そうですね、動画にしよう。見た人はチャンネル登録とコメントよろしく。でですね、クマはですね、まあ、ボニーの父親なんじゃないのっていう説も出ておりますね。ああ、そうだね、はい、うん、ボニーとの関係性が分かんないよね。すごいなんかマリー・ジョアでね、そうそうそう、90巻の時変な反応してたから。そう、で、最後の革命軍のメンバーはですね、うん、ニコ・ロビン、うん、まあ、きっと革命軍にもちょっと入ったりします。確かにちょっとね、うん、うん、多分2年もあったらね、何個か任務やってるでしょ。やってますわ、うん、だってめっちゃ役立つもん、うん、ちょっと手伝うわみたいな。なるほど、そう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 、偵察もできるし戦えるし。確かに確かに、はい、まあ敵ラウルフに助けられた後しばらく行動を共にしておりました、うん、まあ、だからコアラとかも仲良しですね。お姉さんつってもね、うーん、っていう感じでございました。本日のまとめはどうでしたか。意外といたっていうか、まあ、もっといるんだけど、意外と結構詳しく分かってきてる人も増えた。あの、意外といるんすよね、うん、だって物語の中盤ぐらい、今50巻前後ってのはもうドラゴンしか分かんないから、うん、ドラゴンとなんか変なオカマと変なハサミのやつしかおらん、ヤバい組織やなみたいな。そうそうそう、ほんま活動しとんかみたいな、ね、そう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 、で、サボコアハックが出てきて、あ、ちょっとまともそうなやつもおるなみたいな。確かに確かに、ねえ、そういう感じの組織でございましたもんね。確かに確かに確かに、はい、という感じの革命軍でした。はい、今日の動画面白かったでしたら高評価くださいー。はーい、で、またね、クマとかパシフィスタに対する考察が聞きたい方は今すぐチャンネル登録とお願いします。コメント、よりリクエストお願いしますね。はい、それでは、See you! バイ。僕ね、はい、サボとかドラゴンが使う竜双剣ってあるじゃないですか。竜の鍵詰め。そう、竜の鍵詰めのやつ。竜の鍵詰めのやつあるんですけど、あれできひん。どうや、どうでしょう。こうっすよね。つかないんですよね。ついた。覚えられへん。違う、違うね。これが言いたかった。じゃあ、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 竜双剣を竜追セット間違えるっていう話をしたかって、俺は。